はい、パーティーゲームがお送りするスーパーボンバーマン3の続きをお送りしていきます。今回パート2ですね。はい、スーパーボンバーマン3の、まあ、1人いないプレ2人でね挑戦できるノーマルモードを挑戦中で、まあ、今日全ステージクリアを目指してね頑張っていきたいと思ってます。今回ステージ3ブクブクスターからはい攻略していきます。ここら辺から怖いかった気がすんだよな。敵自体もね、厄介になるし、ステージそのもののギミックもね、厄介になってきます。はい。ブクブクスターということで、水の中ですね。はい。今のタコさんね、墨を吐くと画面全体がちょっと暗くなります。まあ、ちょっと暗くなるぐらいなんでね、消えてるんですけどね。はい。このクラゲ、ビギビギビギしてるときはですね、近づいたら、ミスになります。本体だけじゃなくて本体の周囲8マスも確か攻撃してることになるんだったかな、確か。うん。だからまあとにかく迂闊に近づかないこと、マジで、まあ、あっって言ったらもう終わってるんでねもう手遅れみたいなね、うん、あれ俺今ボム通過持ってんだよね。あ、ボム通過でいいや。うん、前回のパートでも言いましたけど、ボム通過とボムキックはね、同時に持てません。どっちがいいかをね、自分で決めて考えて、取らない方がいいと思うなら取らないようにしましょう。はい。何でもかんでもアイテム取ればいいというわけじゃないんでね。はい。なんか、巻貝みたいなやつ。こいつはですね、地面に潜ってこうやって隠れてしまいます。隠れてる間はもちろん当たりません。爆弾を分かりやすいところに置くと大体こいつらね、すげえちゃんと隠れてくるんでね。ほら、こんな風に。だから奇襲が必要になります、基本的には。倒したね、でも。奇襲か、もしくは爆弾をたくさん多めにね、置いて、早めに爆発させるとか、そういう、逃げる場所を間違えた。OK!あーもう、この巻貝はね、結構めんどくさい。マジで。ボム通貨も持ってるけど、取ろうか。ルイを失ってしまったか。まあ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 。ちょっと落ち着いていきましょうね。やっぱり難しくはなってきてます。3-2 ですね。はい、イソギンチャクみたいな敵が出てきましたね。こいつはですね、ボーバーマンが近づくとですね、ニョリ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 って触手を伸ばしてきて攻撃してきます。だいたい2マス分ぐらいの。あー、近づくの怖っ。マジで急に来ますからね。ちょっと試すの怖いからやめとこう。まあとにかく食事の攻撃をしてきますんで、こいつも基本的にはうかつに近づかないように。あ、スライム出たね。あー、でも貫通の方がいいからな。はい、スライムボヨヨンボムとも言いますし、スライムボムとも言いますけどね、スライム状態にしたボムを使ってですね、例えばボムキックをすると普通ね端っこまで行って止まるボムがですね、ボヨン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 ね往復したり、あるいは、パワーグローブで投げつけるとですね、ボヨン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 跳ねてどこにあちこち行ったり、まあ、非常に不規則なアクションをしてくれます。ただ、一人プレイでやる上では、あんまり、あんまり重要じゃないかな。っていうところがあります。あ、しまった。あれ、紹介しとくべきだったね。ギミック、今なんか、くるくるくるって回ってるね、竜巻みたいに回ってるやつがいましたよね。あれ、二つの竜巻の間に入るとですね、シパーンって飛ばされます。その、竜巻が回転してた方向にね。あ、来ないで!来ないで!来ないで!分かってたのに。きついよ。貫通がなくなった。そう、こうなってくるときついのですよ。まあまあ、自分のミスなんでね。やっぱりエリアの始まりたてがね、一番怖い。ブロックをたくさん置かれてって、ね、逃げ場がなくて、でも敵は近くにいるみたいなね。すごい厄介な。あ、で、今、アメーバみたいなやついましたね。はい、あいつブロックをああいう風に飛び越えて、ね、襲いかかってきます。爆弾はもういらないんだよな。
あー、くす、くす、くす。いやー、ムカつく。いい感じに避けやがって、この野郎。よいしょ。オッケー。はい、でね、敵がいなくなったからって油断してたら自分の爆風に当たるんでね。ま、マジで気をつけましょう。一番悲しいパターンだ。あー、パワーグローブ出たね。今日持っとこうか。はい、こんな感じですね。で、ポーンって投げてね。ちなみにこれ持ってる間はずっと爆発しません。うん。で、投げつけて地面に落ちてから、カウントは、まあ、その爆発までのカウントが始まるので、うん。まあね、上手い人なんかはそのタイミングを見計らってですね、投げつけたりなんてできたりしますけどね。まあ、バトルモードでね、パワーグローブが一番最初に手に入ったら、もう壁に向かって投げて、誰かが犠牲になるというのも、まあ、あるあるですけどね。もう、友情破壊ゲームの真骨頂という感じですけども。はい、エリア3-3です。はい、なんかあれはマーマンにね、巨人のようなやつが出てきまして、これはですね、同じ直線上にボンバーマンが来ると槍を投げつけてくるんだったかな、確か。うん、はい、しかも厄介なことに体力2つ、うん、1回だけでは倒せません。もう厄介、ほんとこの巻き替え。てん、てん。よし、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 よし。はい、これさっき言ったやつですね。パシューンってなります。これちなみにだから反対側から行こうとするとこういう風に遮られてしまうので、敵から逃げようと思ってね、間違えて踏み込まないようにしましょう。お、リモコンが出た！やったねー！はい、置いて B ボタンでいつでも爆発させられます。もうね、こんな風にベッ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 たくさん置いて安全なとこに置いて着火、はい、っていうことができたりします。おー、これはね、本当に維持したい。で、もう自分で自由にできるもんだからって調子になって、へいへいへい、バババババーンって出たら大体自分の爆風に当たるっていう。だいたいリモコンを失うときでそのパターンが多い。このイソギン脚も危険なんでね、さっきも言いましたけども。おらおらおら、来た来た、危ない危ない危ない、あー怖っ。壁があるときはね、大丈夫です。あー、ちょっと今怖かった。早速リモコンを失うかと思った。制限時間はね、まあ、真ん中上にね、制限時間が出てはいますけども、まあ、制限時間が切れるようなことはね、まあ、そうそうないと思っていいです。うん。てててててれてて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 れ。ああ、このタコも実はね、隠れるんですよね。厄介なことに。ただ、巻き替えほどですね、臨機応変には隠れません。よし、もうこんな手に入ったからにはね。あ、はい。ちょっと待ってよ。はい、今みたいに槍投げつけていきます。気をつけましょうね。はい、これ、ブロック通過です。はい、こういうことですね。これあったらもう、格段にですね、効率が良くなりますし、まあ、逃げ道の確保も簡単にできますし、だからこのリモコンとボム貫通があったら、大概大丈夫なんですよ。うん。自分がよっぽどバカしなければね。それをやらかすのがボンバーマンなんですよね。自分でそう言うなって感じですけどね。本当にでもね、そうなんですよ。リモコン使って悠々と攻略してたのに、あっ！ってなるんですよ。ちなみに完全に潜ってしまいますけど、爆弾を通り抜けることはできません。うん、そこはご安心ください。はい、この瞬間にドカーン、すればいいですね。リモ
コンなしだったらね、あのタイミングを見計らうの結構大変なんですけども、そう、リモコンがあるから簡単なんです。よし、別に今回私はね、縛りプレイをするつもりじゃないので、もう堂々とリモコン爆弾使わせてもらいますね。俺がまたどっかタイミングであーってなってミスしてね、どうせ失うことになりますよ、どっかで。きっとね、特にボス戦なんかはね、やっぱりどんどんボスも強くなってくるのでね、うかつな攻撃、うかつというか思いもよらぬ攻撃が来てね、ミスしたりなんかしたら、もうそれで一気にキンキンに落ちますからね。はい、フィギュア3の4です。お、ルイだ。あー、こいつはね、確か、そう、これラインボムといってですね、手持ちの爆弾を出せるだけ一度に目の前にバーって出して、まあそれでもうね、敵をね、そう閉じ込めちゃうなんていうこともね、確かできたと記憶して、できねえか、それはさすがに。でれで、まあでも破壊力抜群ですね、一度にこんだけ置けるわけですからね。あ、遅れた。はい、まあ強いし面白いけど、あんまり浮かずにやっててまたね、あっなったりすることもあるんでね、まあ必要以上には使わないようにしましょう。でれんてれんてんてってバシャンてんてってってこのタコちょっと一回無視しとこう。怖いけどね。そうはさせぬ。そうはさせぬ。あの槍を投げてくるやつも本来はすげえ強いんですよ。ちょっとでもタコ倒しときたいね。怖いね。OK。あ、はい。上に下駄みたいなアイテムが出ましたね。あれはスピードを1段階下げます。まあね、スピード、ある、ね、あの、ボンバーマンが移動するスピード速ければいいというものでもなくてね、あわい速すぎてコントロールが効かなくなってしまってるという感じならば、あえて下駄を取ってしまうというのも一つです。はい。まあ私は取らないけどね。よっしゃ。いいんじゃないですかね。やっぱりリモコンが手に入ったこともあってか、むしろ攻略のペースが上がってる。むしろね。さあ、ただ油断はしちゃいけないですよ、ボス戦。覚えてないよ、正直言って。ここら辺まで来ると。どんなやつだっけな。あー、亀か。なんかやばかったような気がするんだよな。ダメージを与えることよりも回避することをね、専念して。なんだったっけこれ。ああ、動きが遅くなるやつか。はいはい、気をつけていきましょうね。危ない。確かこの水ってさ、ボムもなんか流されたような記憶がある。確かね。あー、もうめんどくせーな。移動もまあまあね、高速で行うから。ちなみにこの移動中はダメージ与えれません。ちょっと、オッケー、倒したかな。オッケー、おっしゃ。はあ、ちょっと嫌な動きしてきましたね。こっちの動きを封じながらの、あえて突進させるね、突進してきたら結構やばかったです。はい、じゃあ続けざまいきましょうか。ステージ4。
サラサラスター。今度は砂漠です。よっよっしゃよっしゃ、どうかな。はいはい、なんかファローみたいなのが出てきましたね。ご覧の通り、このバラバラ吐き続けます。この手は何だったっけな。あー、隠れるんか。しかもこいつ爆弾が目の前にあるうちはですね、ずっと隠れてたと思う。うん、だから身を込んで狙うにしてもね、素早く的確に、うん、ちなみにこのピラミッドからですね、蛇がニョキッと顔を出すことがありますので、それも注意しましょう。今みたいにね、はい。はい、まあ攻撃達者なねタイプも増えてきますので、ちょっとねやっぱ気をつけていきましょう。あとギミックもね。まあこれ以上いいアイテム出ることはない。あ、でもハートは欲しいよね。はい、あ、ごめん、今すあっち前に倒しちゃった芋虫がいるんだけども、あれはですね、ぐるぐる回転しながら迫ってくるタイミングがあって、その時は無敵です。非常に危険です。今俺何消した？大丈夫？消しちゃいけないもの消してない。あのキノコは、ボンバーマンと同じ直線上に来た時に毒の粉みたいなものをですね飛ばしていきます。もちろん当たったらアウトです。てん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 お、やった。こいつで勝つね、えジャンプできて勝つ、こっちから今ブロック通過もありますから、めちゃくちゃ強い。はい、このリューサーですね、上に乗ってるものが流されます。移動もね非常に難しいです。うん、あ、非常には言い過ぎか。はい、ちょっと足を取られます。はい、気をつけましょうということで、さあリモコンがどこまで維持できるかな。これでほんとそれ次第なんですよね。本音言ったらラスボスもリモコンありゃかなり攻略が楽になるんですけど、まあどうだろうな、簡単じゃないだろうな。近づけねえな。はい、火力にもの言わせてね。よいしょ、あれなんか敵いなかったっけ、全部倒したか。H キャップ出てくるんだけど、残念ながら残機は最大9までしか増えませんのでね、これ以上とっても意味がありません。これが最終エリアとかでね、もうみるみる気に減っていったりするわけですよ。もうやだやだ本当にね。はい、今みたいにヒヒって笑いながらですね、くるくる回転モードになる、あの間はダメージ与えられません。あれ倒せるじゃんあれおかしいな、確か敵だった記憶があったんだけど、のなんか間違ってるのかな、勘違いし、危ない危ない、勘違いしてる可能性があるね。いやー近づきづらい。あ、でもこっちに来てくれた。そうなったらもうようこそと言わんばかりね。もちろんあの爆弾に当たったらね誘爆しますんで、おお危ない危ない危ない、ヘビにも気をつけましょう。あ、貫通出たけども、無理はこの方がいいな。オッケー。ああ、爆風当たったのはあれかな。ちょうど回転モードが終わった時にもしかしたらね、当たってた可能性がありますね。
流して爆弾とか。こんなこともできちゃいます。ど卑怯。あー、うん、あー、やっぱ無敵だ。うん。間違ってなかったね。ニヒヒって笑ってる間は当たるんで、その間に倒しちゃえっていうね、感じですね。うわ、ぶれぶれ。4台ならあれ挟まって、あーってなるんですよね。今の状態だったらそれもないので。はい、パワーボムはいらない。あ、全然いけてるね。まあやっぱりリモコンが強いね。リモコン縛りプレイでもよかったかもしんないけど、それだとマジでね、あの終盤やばいんで。どうせどっかでミスるよ多分。とか言ったりしてね。このまますんなり言ったりしてね。まあそれはそれでね。それはそれでいいのかな。はい。いや、4の3です。さあ、何やら竜巻ぐるぐる回りながらね。はい、近づいてきてるやつがいますね。まあご覧の通り、ブロック貫通。まあご覧の通り、ブロック貫通。まあご覧の通り、ブロック貫通。上見てたら取っちった。あー、ミスバカやった。そう、こういうミスでリモコンがなくなるよね。まあ仕方ない。まあでもね、別にリモコンなくちゃクリアできないゲームじゃないのでね。はー、やれやれ。まあでもね、ブロック通過はまだありますからね。ブロック通過が残ってるだけでも十分です。はい。で、このジューサーですね。こういう風な移動ができます。爆弾を持ってさっと逃げて、ドカーンでね、ルートを確保していきましょう。OK。今みたいにね、貫通する敵がですね、そのブロックに差し掛かっている状態で、そのブロックを燃やせばですね、倒すことができますんでね。OK。ああ、またリモコン出ないかな。いやー、やっぱりちょっと不安になるね、たまに。ああ、そっか、あの竜巻って、あれか、引き寄せる力もあるんか。プレイヤーをね。うん、爆弾は引き寄せないですからね。で、これ、雲の糸も気をつけましょうね。多分クモの巣がパッて張ったあたりのところに言うとダメージ受けてしまうんじゃなかったかなと記憶してます。ああ、ほら言ったそばからあたりに行っちゃったよ。やれやれ、よいしょ。さっさと倒しに行った方がいいのかな。じゃあ、うー、怖い怖い。こうしようか。こうなるとね、ピラミッドから出てくるヘビにも気をつけなきゃいけないですからね。怖い怖い。でれれれれ。ハートでもルイでもいいからちょっとやられても大丈夫な。まあでももうリモコンじゃなくなってるからな。いやー、ファラオとか怖いもん、あの状態で戦うの。OK。まあ、思わず投げちゃったけどね。まあ、永続的に跳ねてるっていう設定なのかな。OK。あー、待ってよ。こういう場合はやっぱり13の上に置かずに壊せる流れをね、場所を見つけましょうね。はいはい、いいよ、大丈夫大丈夫。
うるさいな。ブーってね。バグったように見えますけど、バグってるわけではありません。壁に当たった時にこのスライムボムってね、バヨーンって音がするような感じになってるんでね。その音が鳴り続けてるっていうだけですね。リューサの影響で。あ、レイが出た。おー、ライムボムですね。ベーン怖っ。で、カプセル壊しなさいよ。よっしゃ。オッケーオッケー。まあ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 。カスナミスはありましたけど、攻略はしましたよ。てんてん。4の3かな、これでクリアは。よいしょ。ちなみにこれね、一度行ったエリアはもう、自分で選択して、もう一度行くことは確かできたと記憶しております。狭いよー、スタートが。おー、下からの方の気をつけましょう。多分ね、解放した瞬間炎入ってくるんだよな、多分。そんなことなかった。じゃあ今のうちに倒しちゃおうかな。そりゃそうでしょ。あー、ちょっと待ってよ。下を壊して、出てくるけど多分。あ、倒せた。あー、やった。回転モードに入るかと思ってたら、入らなかったね。お、ハートだ、やった。お、でもここで油断しちゃいけないのは、ね、アリ地獄の先の敵の動きをよく見てから、はい。移動しましょうね。大丈夫？大丈夫大丈夫、オッケーオッケー。いいよ。まあ、ブロック通過だけでもだいぶ卑怯ですからね。本来なら。加えてハードをゲットしたことによって、とりあえず一回死んでも大丈夫。これを維持したいですね。危ない。おお。今のは先に解かないと、あっちゅう間に多分敵に挟まれてましたね、今のは。ルイを最後まで残してから、あーだこ出してみましょうかね。よっしゃ。あ、こいつ、そこロボットが体力増えてますね。2回当てないと倒せません。さあ、非常に厄介なところにありますね、このカプセルがね。あー、時こそこのラインボムでゴリ押しですよ。ほらー、よいしょー。すぐ隠れる。オッケーオッケー。スパイダーは攻撃するときに思いっきり動きが止まるんでね。まあ、ある意味ね、まあ、攻撃さえ受けなければ、そんなに厄介ではありません。お、青い類が出ましたね。青い類はボムキックがあります。はい。ボム通過が、なんていうのかな。普通にボンバーマンがゲットできるボムキックとはちょっと違うんですよね。本当に蹴って、ポーンと飛ばす感じになるんで、まあ、どちらかというとパワーグローブに近い感じなね、能力になりますね。はい。まあ、してや、このスライムボムで蹴ったりしたらもう、さっき言ったように、ぼや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 、荒の方向へ跳ねていくのでね、なかなかコントロールは大変ですよ。ああ、よく考えたら、あれだね。
カプセルは貫通しないんだね。まあブロック貫通だからそりゃそうか。はい、危ない、よいしょ。よいしょ、オッケーオッケーオッケー、落ち着いて。まあスピードもね、もうこれ以上上がらないというところまで多分もう来てると思います。やばい今頂上で爆弾を置いた自分がバカだった。あー、こういうことするからだね。 OK で、カプセル壊して、よっしゃ、4の4クリアです。いいんじゃないですか。どうしようかな、30分超えちゃったな。ちょっと練習で短くなるかもしれんけど、わかんすね。よし、ボス戦次回のバトルにしよう。はい、ヒートがちょっと届きますね。はい、じゃあ次回からはステージ4のボス戦、サラサラスターを取り仕切るボスと対決します。まあ、やっぱりどっちにしても最低でも残り2パートはかかると思います、多分ね。やっぱこの後が難しいですからね、さらに。はい、ちょっと落ち着いてね、攻略していきたいと思います。はい、ということでこのパートはここで終了します。スーパーボンバーマン3のプレイ動画、次のパートに進みます。